みんなおはよう。はいはい、他のブースに負けないぐらい盛り上がっていきましょう。おはようございます。はいはい、あ、コメントも出てますね。忘れてた ね、はい、おはようございます。元気ですか？元気ですか？元気ですか？元気です。俺も元気です。おはようございます。浜尾京介と申します。お願いします。イエー。うるさいうるさいうるさいよ。伊勢大輝です。よろしくお願いします。皆さん準備はいいですか？はい、はい、始めますよ。数えてくださいね、みんなも。はい、せーの。おい誰だよ、おい誰だよ、おい真央くん、真央くん、真央くん、おいお前一回も止めなかったじゃねえかよお前。誰でした？みんな見てました？俺じゃない、俺じゃない。誰？完全に真央だね。みんな刺してますね。真央、はい、真央アウト。ちょっと待って。あ、じゃあ、まあ、最初だったから真央ちょっと一人に飲んでもらおうよ。はい、そうだね、はい、それがいい、それがいい、はいはい、みんなを道連れにされたら困るんだよ。これはガチで僕じゃないんですよ。マオ、なんか、お前。いいから飲めよ。マオ、マオ、洋服がセンブリ茶みたいよ。うるさいわ。はい、お願いします。超濃縮だからね。どうですか？やばい。やばい。苦い。苦い。本当に苦い。ちょっともう涙目になってますね。似合ってるよ、マオ。ね。じゃあ次はね、ちょっとみんな、ちゃんと飛ぼうね。カーンって当たったからね、足が。ケツ触るな、お前は。危ないからね。はい、準備はいいですか？はい、始めますよ。せーの。誰だよ、おい。マオだろ、お前。誰だよ、お前か。おい、出てこい、お前。ちょっとさ、みんなでさ、一応さ、飛ぶっていう企画なんだけどさ、じゃあ、真央くん。真央くん。これ行こうか。真央くん頑張れ。もう真央は可愛いからいいよ。真央くん頑張れ。真央くんはもう OK だ。真央、真央、えぐいの引いて。行きますよ。真央くん、えぐいの引け。ほい。はい、読んでください。ちょっと待って。これいいよ。絶対あるよ、もう。絶対いる、絶対いるよ。問題かな。真央くんが言えば絶対いるよ。いきますよ。オリジナル一発ギャグを持ってる人。はい。はい、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 挙手。挙手制、挙手。誰か。よーい、スタート。挙手、挙手、挙手。頑張れ、頑張れ。これはもうやってもらう度胸ですね、これ。真央くんと、真央くんと二人ででもいいですよ。もう勇気、勇気ですよ、ここは。真央くんと二人で。もし、挙手されて、マオくん、あれれれれれ、あれれれれれ、痛い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 。マオくん、ここに。マオくん、後ろから見たら旅の人みたいだね。うるさいわ。すんげえ旅の人みたいだね。砂吹き。マオくん、いるよ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 、いた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 。はい、はい、はい、あの、どなたですか？京都府から来ました。はい、ババテツと申します。ババテツさん、一発ギャグを持ってるということで、はい、やってもらうことは可能なんです。超恥ずかしいんですけど。やったー。無理なお願いなんですけど、ちょっと僕の命がかかってるので、やってもらってもいいですか？浜尾くんのためなら。ありがとうございます。はい、なんていいお客さんなんだ。すいません、じゃあ、一発ギャグを。台の方に上がってもらいましょう。はい、お願いします。あ、すいません。いいですか？素晴らしい。すいません、あ、よいしょ。乙女か、お上品、乙女か、全然全然なんかお上品だな。すいませんでした。じゃあ馬場哲さん、はい、一発ギャグを。はい、わかりました。はい、じゃあ、高田信彦さんやらせていただきます。そこからね、男の中の男出てこいや。はい、ありがとう。ナイスゴン、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 ナイスゴーン。はい、ありがとうございます。いやー、ナイスゴーン。はーい、まあじゃあとりあえず気持ちよく終わりました、ね、クリアということで、はい、はい、ありがとうございます。随分審査が甘くなってまいりましたが、はい、はい、続いて、あれ、あんたお客さんそういうこと言うんじゃないわよ。失礼だな。ごめんなさいね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お、
タコさんウインナーがないよ。お兄ちゃんということは、うん、池田より弁護士の弟です。弟のすごい、あんた、お兄ちゃんすごい説明するわね。マオマオすごいわね。お兄ちゃんが困ってるみたいだね。どうしたの先生。どん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 。あ、はい、皆さんいいですか、心の準備は。はい、何かいいお題がある人。ニコロビーになったみたい。じゃあ手がいっぱい。じゃあマオ誰か指名して。いいんですか。うん、マオ行ってこい。どうしよっかな。行ってよしだ、行ってよし。いいんですか。行ってよしよ。誰でもお題を決めてもらいましょう。じゃあ、はい。いやー苦い。苦いね。ずいぶん口に残るね。まずいっすね。お腹下すこれ、うん、この方で、うん、はい。じゃあお題を、やばいっすよね。何でしょう。吹奏楽部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 ですか。お題は吹奏楽部の部室。はい。あれ、吹奏楽部って部室。大丈夫ですか。弦楽器もありのやつですか。弦楽器はない。あ、吹奏楽部なの。弦楽器。弦楽器はない。吹奏楽部って何するの。そっか。あの音楽の服やつだけね。服やつだけ。ちょっと待って。吹奏楽部なんですかって言ったら誰だよ。決定です。よく学校でよく、ね、ね、トランペットとかよく鳴ってるじゃないですか。そういう弦楽器もあるそうです。弦楽器もあるんだ。はい。あるの？あるの？はい。何でもありでいきましょう。ないよ。はい。いいですか、ね、皆さん準備は。はい、お題は吹奏楽。吹奏楽部。行きましょう。じゃあエチュード。スタート。いやーラッパ重てー。やっぱ肩こりはー。いや、タンバリン、ほんと疲れるんだよね。やっぱ硬く、あ、やっぱり、ほんとにね、大変なんだよ、こうやってやるの。タンバリン、ほんと疲れるからね。ほんとだよ。ほんとだよ。部長！部長！部長！あ、大変です。私の大切なギターが。どうしたんですか？弦が壊れてしまいました。ちょっと、何してんの？これどうしたの？軽音部だね。ギターは軽音部だね。でも、私。じゃあ、ちょっと順番に行きますか。はい、じゃあ僕ですかね。まず、5月の2日から4日まで、ホワイトタイツっていう舞台をやります。はい、はいはい。で、これは、4日にですね、なんと、地方の人も、見れる方少ないと思うので、うん、ニコニコ動画で放送されるということで、忙しい方はぜひこちらで見てください。お願いします。はい、はい。はい。その後にですね、5月の11日、11日から20日まで、ワーキングっていう僕が主演の舞台を、スペースゼロ、新宿にあるスペースゼロでやりますので、はい、ぜひこちらもお願いします。はい、はい、あのね、番組の感想、今日出てみてどうだったかとかもあれば。いや、めっちゃ楽しかったですけど、センブリ茶がめっちゃまずかったです。まずかったね。はい、ありがとうございます。